はい、どうもダクティでーす。今日なんですけど、今日は今すごい波に乗ってる、YouTuber、これはね、本舗中さんの、動画をね、ちょっとね見て行きたいと思います。今日もね10分ぐらいの動画になるんで。サクサクっとね見ていきたいと思いますよ。でね、いろいろあるんですけど、じゃあどれから見ていこうかなっていうことなんですけど、今日はどれから見ていきますか。はい、ということで、じゃあキンキンの動画で、6万回再生されています。この積載量30トンの怪物、この動画をいきたいと思います。まずこのシーン、これ良かったですね。まるでトレーラーヘッドをなんか繋いでいるかのような、これ良かったです。これ良かったですね。この始まり方、これ最高ですね。うん、これ良かったです。はい、でちょっとまあね、この富士運輸さんのトラックのこうパッとこうシーンがあってからの登場みたいな。はい、どうも本舗中です。はい、どうも本舗中ですって言ってます。はい、奈良の車庫に来てます。はい、はい、車庫に来てます。この車庫にね、後ろに見えてると思うんですけど、はい、ちょっとね、はい、特殊なトレーラーの箱が止まってるんでちょっと撮影したいと思います。はい、お願いします。でね、ヘッドがないんで、とりあえず、ね、僕のヘッドをつなげてみました。すいません。分かってますよ、分かってます。イメージちょっとつなげたんで、イメージできてます。イメージできてます。納車されて、撮影できる機会があったら、はい、撮影したいなと思ってるんですけど、はい、今日は仮で、はい、僕のヘッドをつなげてみました、はいはい、じゃあね、ちょっと後ろの箱、はい、じっくり見ていきたいと思います。はい、チップ車専用のトラックです。はい、はい、なんかパッと見、はい、こう開墾みたいな作りになってますよね、はい、こんな感じでこうボコボコっと、はい、こういうボコボコっとした作りになってます。でもなんかこ作りこだわりがあるのかな。ここ斜めにこういう、はい、これ補強なんかな、はい、されて、はい、でこういうなんかこっちステーみたいなの補強されてるんやと思います。はい、はい、パッと見はもう開墾ですね。はい、わかりました、はい、じゃあ次の動画行きたいと思います。で、で次はどれ行こうかな。これやばいです、皆さん見てください。オジトラ号を最速車検する艦たち、これをね今から見たいと思います。これもすごいですよ。めちゃくちゃ回ってます。八重洲にある静岡トランスポートに、めちゃくちゃ回ってるんで、整備工場でまた見てください。あのオジトラチャンネルのオジトラさんのトラックをここで最速車検、はい、やりました。このね、もう雨降ってたんですけど、もう今晴れてきてめっちゃ暑い中、もうみんな整備士の方一生懸命車検ねやってくれました。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあね、その車検のね様子をね、どうぞ見てください。よろしくお願いします。頑張っていきます。おーい、よろしくお願いします。おーい、はい、次の動画行きたいと思います。またね、それぞれ見てください。お願いします。ナッカさんの、その次がね、ナッカさんの息子さんが出とる動画なんですけど、行きましょうか。ここキンキン10本、うん、これもね見てくださいね。皆さん見てください。あ、そう、北海道行っとったんでね、やりますね。ということで、本舗なんか北海道出張、息子に伊丹空港までよろしくしてみた時の会話。はい、今近畿道走ってます。はい、近畿道走ってます。はい、息子です。息子です。お久しぶりです。お久しぶりやな。
これハリアあれやな、波かっこ悪いな、なんかこれ温度のやつと、それ邪魔やな、これ邪魔や、波設定したらこの辺なんの、そうやな、これ波設定したことないから、これダサいなと思って今な、俺しか乗らんな、これあのなんかなんとかくんっていうのをつけてんけど、なんか使い方ようわからんな、どないするんやろ、わからんなんかお前自分のハリアみたいに乗ってるな、そうやな、もうかっこいいからな、うわこいつこいつええだろ、この肌触りええやんな、ええな俺仲いい親子ですねこれお前、はい、じゃあ次の動画行きたいと思います、これも皆さんまたあの見てください、改めて見てください、お願いします。ということで次の動画いきます、どんどんいきます。次は富士トランスポート仙台支店、新車乗り換えの動画いきたいと思います。スーパーグレートですね、はい、お疲れ様です、そこだかです、はい、始まりました、お疲れ様です、富士トランスポートのどこの支店の田中さんか、仙台支店です、あ仙台支店ですか、仙台支店の清野です、清野さん、はい、仙台支店の清野さんです、はじめまして、はい、はじめまして、清野さん、さっきからここうろうろしとったんですけど何してるんですか、いや、はい、新車を、はい、まあ、預かって、はい、ということで、あそうなんですか、はい、もう新車見つかりました、これですね、あこれですね、はい、じゃあ見ていただきましょう、清野さんが乗る新車こちらです、スーパーグレートですね、そうですね、はい、こちら仙台駅になってますね、はい、清野さんはさっき日野のプロヒアなんかさっき一回いじってましたね、あ、はい、ありがとうございます、日野のプロヒアいじってましたよね、はい、これに乗り換えですか、今日これ乗り換えで、はい、ということで、はい、次の動画いきます、次の動画いきましょうか、この昭和時代の元祖ラッピングトラックっていうのもいいんですけど、このね軽トラ、これが限界っていう、このサムネがすごくいい、このサムネね、このサムネすごくいいですねって僕も言ったんですけども、これ最高、じゃあこれ見たいと思います、はい、どうも、はい、始まりました、今日はちょっとお仕事であの福井に向かってます、はい、ほんで福井に向かってるんですけど、ちょっと時間に余裕ができたんで、ここは北陸自動車道の鈴ヶ岳のサービスエリア下りのパーキングに停まってます、はい、サービスエリアがパーキングじゃないな、はい、はい、今ここです、お分かりいただけただろうか、お分かりいただけたです、鈴ヶ岳のサービスエリアです、下り線です、うん、はい、でここに停まってちょっとお腹、小腹が空いたから、なんか食べようかなと思ってお店に行ったんやけど、はいはいはい、まだ10時やから、あちょっと早いね。お昼とも言われへんし、うんうん、もうなんかもう朝とも言われへんっていうような時間やから、あうんまあ、ちょっと小腹空いてるから、はい、ちょっと小腹用になんかいいのないかなと思って、はい、あなるほど、探しとったら、はい、いいの見つけましたよ。お何見つけたんですか。これ俺にジャストサイズやね、うん、ジャストサイズ、大きくもなく、はい、ちっちゃくもなくで、はい、めちゃめちゃジャストサイズやから、はい、これね未来ねあの、うん、教えたいと思います、知ってる人は知ってるけど、うん、知らん人は知らんっていう、はい、まああのパンです、ちょっとお見せしたいと思います、こちらです、はい、じゃんじゃん、あ持ってなかった、これです、じゃーん、これ見て、サンドウィッチ、サンドウィッチ、サンドウィッチ、はい、このサンドウィッチは、うん、はい、時々こういうあの発音入れるからね、滋賀県の有限会社鶴屋さんで作ってるパンです、はい、このパン、はい、ここの鶴ヶ岳のサービスエリアでは180円で販売してます、はい、なんと2個入りのサンドウィッチです、でもなんかこれ普通のサンドイッチじゃないやんな、これな、なんかほらサンドイッチってこう三角でこうこうギュッてなってて、はい、なんか卵とかハムとかわーって入ってるやんか、はい、これは、うん、もう普通に食パンが2つ重なってるだけです、うん、もうな完全に子供だましですね、これは完全に子供だましですこんなんで満足するわけがないでも、まあ、ちょうどいいかなと思って買ったんでね、これね、はい、じゃあ食べてみたいと思います、はい、じゃあ開けます、はい、じゃあ次行きます、すごいこれ優しい、開け口がここくぼんでる、ここあるからここめっちゃ優しい、ここから開けれます、ほら、はい、じゃあ次行きますね、楽しそうやな、俺が総理になるわとかあるんですけど、
と次は北海道へ行っとった動画行きましょうか。有名トラック飯 YouTuber と北海道から1400キロ陸走の動画を見たいと思います。はい、今回はこちらのトラック3台をね、北海道余市から奈良まで改装する仕事で北海道に来ました。はい、で今回ね、僕乗って帰るのはこの中のこちらです。沖縄に行っとったら次北海道ですからね。ゾートン車のこれ乗って帰ります。おっと、ほら、はい、大型に乗って帰るんかと思わせて4トンのゾートン車お邪魔します。よし、うわ、トラック全然めちゃくちゃ綺麗、はい、綺麗って声裏返ってますね。メーターじゃない、ボタンがいっぱいあります。トラックめちゃくちゃ綺麗ですよ。はい、見てこれ、キーホルダー、函館のキーホルダーだけど、すごい大事に、すごい大事にしてある。こうやってなんかもうボロ取れたから、これ大事にしてるキーホルダーです。はい、いや、トラックめちゃくちゃ綺麗ですよ、本当に。はい、これはね、奈良まで改装します。はい、じゃあ次行きますね。え、次はもう、じゃあ、日産キックスは飛ばしておいて、昨日ねアップされてる動画、バックで乗船、これも皆さん見てくださいよ。はい、行きたいと思います。はい、じゃあもう無事に苫小牧港まで到着しました。はい、僕のもね、あっち止めてるんですけど、今日乗る船がこちらになります。はい、大きい。これがほんまのローロー船みたいですよ。ローロー船。大きいね、KYK。大阪で言うたらとんかつ屋さんですね。言うと思った。はい、向こうに富士トランス、大きい船。わ、向こうもごっつい大きい船来たで、ほら、わーって。なんか、ちっちゃい船が横について走ってます。じゃあ今日はもう乗船が19時ぐらいかららしいんで、それまで待機します。はい、待機してください。あった、シルゴールでありました。お、よっしゃ、もうこれ買ってあります。これ行きますよ。もうこれ行っといていいですか。これとお土産やんの。こういうのはないですね。これでも54枚白い恋人、こっちでいいじゃないですか。24枚入れちゃった。はい、ほんなら今日はこの船、お昼も撮影してんけど、夜になったらもうどうですか、この方向の光で。今はもうなんかトラックのなんかもうトレーラーのなんか積み込みが始まってます。はい、なんか箱引っ張っていって、うんうんうん、でなんかヘッドだけで出てくるから、はいはい、積み込みばっかりしてるんですね。はいはい、もうプロ集団ですよね。はい、多分これが終わってからやと思います。はい、じゃあもうちょっとね待ちたいと思います。待ってるみたいですね。はい。ということで、はい。ここキンキンの中さんの動画を、ちょっとね見てみました。波に乗ってるんでね、すごい。ということでね、皆さん、中さんの動画見てください。お願いします。ということで、終わりたいと思います。それじゃあ、バイバイ。